くて美味しいのは当たり前、安くて美味しいから値打ちある、安いは正義だ。はい、今日のお店はこちら。ここは辛いもの好きが集まる行列の絶えない名店です。今日も店内は満席。並んでる間に食べたいものを決めましょう。このお店の名物でもある辛いルーローファンです。それと豆腐と鴨血とラーメンの鍋にしましょう。辛さを選べるのですが、とにかくこのお店は激辛なので、僕のおすすめはシャオラーです。おお、これは辛そうだ。よし、まずはスープを一口。うわ、辛っ、めちゃくちゃ辛い。マジでシャオラーでこの辛さなの？大好きな豆腐、うわ辛っ。あー、でも辛いけどすっごい美味しい。辛い中にも旨味がギュッとしてる。これが鴨血という、なんでしょうね、豆腐っぽいんやけど違うくて、ゼリーみたいやけど違うくて、とにかくプルプルで臭みもなくてすごい美味しいんですよ。野菜も辛いわ、でも美味しい。麺もすっごい辛いけどもっちもちで美味しい。これが名物のマーラールーローファンです。あ、なるほど、これは山椒の辛さですね。白ご飯が甘くなって美味しいです。よし、辛いけど頑張って食べていこう。いや、もう本当に辛い。でも気づいたらやみつきになってて夢中で食べてしまう。辛いって本当不思議。このチャンネルでは安いは正義をモットーに、安くて美味しい値打ちのある台湾グルメを紹介しています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんのおすすめのお店がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければすごく嬉しいです。はい、食べてきました。とにかくめちゃくちゃ辛いので、よほどの激辛好きではない限りチョンラーやダーラーにしない方がいいと思います。ココイチの10辛を食べる僕がシャオラーでギリギリだったので、辛いものが苦手な方は辛くないメニューもあるので安心ですが、ここはそもそも辛いもの好きが集まるお店なので無理してくる必要はないでしょう。ということで、本来なら一つ星をつけるところなんですが、辛いだけではなく旨味がギュッとしてて本当に美味しいので、今回は二つ星。安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。我愛台湾、ゾロでした。